阿蘇原温泉は、富山県黒部市黒部奥山国有林地内にある温泉。山小屋、阿蘇原温泉小屋が近くにあり、温泉も、この小屋が管理している。毎年7月から10月の登山シーズンのみの営業で、小屋宿泊者は、無料で、入浴か。通貨やテントパックなど小屋に宿泊しない場合でも、入浴料800円を支払った上で利用できる。 風呂は小屋から5分から10分ほど下っていった場所の下半に一致している。コンクリート作りの露天風呂が一つあり、時間を区切って男女で交代して入る。小屋及び風呂の入り口に男女別の時間割が掲示されている。夜は混浴となる、阿蘇原温泉小屋の円形。写真中央部の平地がキャンプステージで、小屋はそこから一段登ったところに立っている。 フロエは、キャンプ地からの道を下っていく1949年に、阿蘇原温泉小屋が建てられた。黒部峡谷の核心部、カローカを通る、登山道である、水平歩道沿いにあり、水平歩道及び千人国ダムで、道歩道と接続する、日電歩道と雲切れ振動への中継地として、利用されている。特にカローカにおいては、ここが、唯一の山小屋であることや、 日電歩道が黒部ダムまで通行できるようになるのが毎年9月頃になってからのため山小屋としては珍しく秋が最も混雑する一方10月末以降は日没が早くなってくることや冷え込みが強くなり路面凍結や積雪の恐れが出てくることから例年10月末には小屋の営業を終了している営業終了後は風呂、トイレ 水場の利用もできなくなる。2020年現在の経営者は、富山県警察山岳警備隊隊員から転身した人物である。定員は50名で、加えて、テント30丁分のキャンプ指定地がある。小屋、キャンプ指定地ともに水泉トイレ、水場あり。一帯は、中部山岳国立公園内のため、キャンプ指定地以外での爆営は禁止されている。黒部教国は、 豪雪地帯であり、温泉が位置する、麻原屋も雪崩の創屈のため、損壊の危険があることから高級的な建物の設置は不可能である。このため小屋は、プレハブ作りで、毎年秋の営業終了後に解体され、翌年の初夏に再び組み立てられる。同様の理由で冬季に解体される山小屋として、白梅あり温泉小屋、 白走小屋がある。プレハブユニットを新型のものに入れ替えようとしたこともあったが、新型のユニットは鉄骨が軽量化されているために、冬期間の解体保管中に雪の重みによって変形し、使えなくなってしまうことや、豪雪に耐えられる強度のものを特注すると、多額の費用がかかることもあり、老朽化が進行しているにもかかわらず、古い型のユニットが、 現在も使われ続けている。小屋は古いコンクリート基礎の上にプレハブ作りで設置されている千人国ダム建設のために資材運搬用のトロッコ軌道トンネルが掘削された際、麻原屋付近で摂氏160度を超える極めて高温の岩盤に行き当たり工事が難航した。この区間は高熱水道と呼ばれトンネル開通後に導水管の設置などで若干 温度は下がったものの、それでも依然として、摂氏40度前後を保っている。東温泉は、この高温の岩盤で熱せられた湯水を利用している。風呂は、導水管につながるトンネル高校のすぐ脇にあり、湯は、トンネル内から引かれている。このトンネル屈作に際して、麻原屋にコンクリート作り6階建ての、作業員宿舎が建設されたが、 トンネルが貫通した後の1940年1月8日未明、阿蘇原屋で発生した泡なだれの直撃を受けて、倒壊、さらに直後に発生した火災によって多くの死傷者を出した。現在の阿蘇原温泉小屋はこの宿舎跡地に設置されており、現在でも旧宿舎の基礎部分が残っているのが確認できる。黒部峡谷鉄道系焼き平駅より、 水平歩道経由で約1 2トルまたは関電トンネルトロリーバス、黒部ダム駅より日電歩道経由で約1 9トルいずれも徒歩のみでのアクセスとなる。両歩道ともに上級者向けの登山道であり、通行に危険を伴うことから、阿蘇源温泉が日本一危険な温泉と呼ばれることもある。温泉の一帯は日本郵便より、 交通困難地の指定を受けているため、地外から当地宛に郵便物を送付することはできない。ありがとうございます。